前回キャラクターを作りました。おじいちゃんの手つきが気になりました。たくさんの町の人に話しかけました。高原を確保して種を植えました。さあ、それではスターデューバレー2日目やっていきたいと思います。コメントの方でね、たくさんアドバイスいただきました。ありがとうございます。じゃあやっていこう。お、なんかメール、あ、メール、メール、ん、メールが来てる。お、いやどうも、釣りの旅からちょうど帰ってきたところだ。気が向いたら海岸へ来てくれよ。お前さんに渡したいものがあるんだ。ウィリーより。お、昨日見つけたあの釣り小屋の人か。ところでこれはどうにかなった？特にどうにもならないか。そうか、まあ2日目でいきなり、まあ芽が出てる時点ですごいか。昨日植えたからな、種。で、なんかやっぱりね、なんか好感度っていうのがあるみたいで、ゴミ箱は漁らない方がいいよっていうコメントもありました。アドバイスありがとう。で、あとこれの、あ、で、自己紹介、挨拶した人、こことか、初めの一歩、スニーパップだ。で、これ今日はこれ行けばいいのか。浜辺行こう。ウィリーという名の誰かに町の南にある浜辺へ招待された。何か渡したいものがあるらしい。午後5時になる前に町の南の浜辺を訪れるっていうのがミッションっていうことですね。なんかどっかにカレンダーみたいのがあったんだよね。昨日見つけたところかな。で、カレンダーでなんか他の人の誕生日見れた。あれが結構大事みたいで、この町の人の好感度も上げていくみたいですね、このゲームは。それをやりつつって感じか。とりあえずあれだな、やっぱりここら辺の荒れ果ててるのが気になるな。ちょっと朝早く起きたし、ここら辺をまずやるか。シャッシャシャッシャ切って、ちょっとこの繊維っていうのが集めていこうかな。なんかこうやっていっぱい手に入るっていうことは結構使うアイテムなんじゃないのかな。よいしょ。え、結構広い牧場、結構広いぞおじいちゃん。下の方に行ってみるか。あ、ここは石地帯になってきた。特にそのアイテムの消耗度みたいのはないんだな。なんか迷路みたいになってきた。あ、ミックスシードを手に入ってる。新しい種だ。種系のやつは結構植えてみ、お、なんだあれ、あの、なんかいた、なんかいた、あいつなんだ、カエルみたいのがいたぞ。たまにいるんだな、ああいうの。あ、とりあえず現時点ではここが最南端みたいな感じ。えい、取れてる取れてる。あ、なんかこっち行けるぞ。あ、なんかある。ほうほうほう。あ、なるほどね。この池がちょっとあれか。そのうち行けるようになるみたいな感じか。うわ、草むしりしてるだけで午後9時になっちゃった。なるほどなるほど。結構広いし、池パートもあるのか。ミックスシード取って。で、こっちはどこにつながるんだろう。牧場ペリカンタウン。あ、ペリカンタウンこっちからも行けますよってことなんだ。なんかもう少しは、あ、ここも何？いろいろできるのかな？なんかめちゃくちゃ広いな、ここ。あ、なんだここ？あ、牛のマーク。あ、牧場だ！牛欲しい。牛飼いたい。こんにちは。誰もいないんだよ。基本この町に人がいない。どこにいるの？上とか。ほらね、友達じゃないからジャスの家に入るわけにはいかないって。友達になって、あ、いた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 。あ、はい、こんばんは。あら、ルイスさんからあなたのことは聞いているわ。私はマーニーよ。マーニー。マーニー、こんばんはじゃない、こんにちは。私の牧場で動物や飼育用品を売っているわよ。よかったら見に来てねって。ほう。じゃあ、マーニー、なんか、売りたまえ、マーニー。なんだよ。お、外行っちゃうのか。もしかして町の人、この右上の時間によって行動範囲が決まってたりするのか。10時になっちゃった。シンダーサップの森にペリカンタウン。おお、こっちからもこうやって行けるんだね。ペリカンタウン、ちょっと木を切ろうと思ってたけど、ペリカンタウンまで来ちゃったから、ペリカンタウンで、じゃああれか、村人を探すか。ダメなんでしょ？友達でもないのにヘイリー。だからその好感度っていうのを上げていけば、そのヘイリーと友達になれるかな。ピエール。お、ピエールって書いてある。コンビニみたいな感じか。お、ここ人いっぱいいるじゃん。アビゲール。あら、もしかして、あの古い牧場に引っ越してきたのはあなたかしら。ちょっと気恥ずかしいかな。生い茂った農地を一人で探検するのが好きだったからね。
お、なんだ、何の話だ。こんにちは。おお、あ、パースニップの種とサヤエンドウ栽培セット。春植えの作物、成長まで10日かかるが、その後も繰り返し収穫が可能で、一度の摘み取りでいくつか収穫できる。支柱に絡みながら育つ。ああ、なるほどね。カリフラワーの種、春植えの作物。なるほど、これも春植えの作物。じゃがいも、あ、じゃがいも美味しそう。これは春植えの作物、育つのに4日。あ、パースニップの種、育つのに4日なんだ。うわ、なんかめちゃくちゃあるよ。チューリップにケール、ジャズ、7日かけてふわふわのボールのような花を咲かせる。ジャズって本当にあるの。牧草栽培キット、今500円なんだよな、持ってるのが。砂糖に、小麦粉、米。あー、そうなんだ。とりあえずこの主人公にはご飯は与えなくてもいいみたい。一つの部屋の床を模様替えします。あ、そんなのもあるんだ。カタログ3万。自宅に置けば壁紙と床をいつでも好きなだけ注文できる。え、そんな便利なのがあるんだね。さくらんぼの苗、28日かけて、なんていうんですか、生木に育ち、春になると果物を実らせる。隣にあった周囲の8マスが空いていないと育たない。なるほどね、周りに空いてなきゃしょうがないんだ。オレンジ、アプリコット、1ヶ月かかるってことか、これ28日ってことは。うーん、なるほど。とりあえずなんかじゃがいもが食べたい。じゃがいも6日かかる。じゃがいもくれ。お、じゃがいも買っちゃった。じゃあじゃがいも入れよう。おう、じゃがいもの種1個、1個で50もかかるのか。マジか、買っちゃった。もったいなかったかな。フォーセールって何。大きなバッグ24スロット。わ、高っ。今人がいたんだよな、こっち。あ、こっち空いてるんだ。ここはダメ、やっぱり。まだ友達でもないのに。うそ、めっちゃ人いるじゃん、やった。ジョーディー。夫のケントは兵士で海外で働いているの。だから今ここにはいないのよ。遠征を無事に終えて帰ってくるって信じてる。なるほど、人妻か。何か乳用かしら。あ、キャロラインは話しかけた気がする。森で野わさびを見たわ。うん、植物採取は楽しいお金稼ぎになるわよ。見つけたものを食べるか贈り物にするのも。あ、そうなんだ、植物採取もできるんだね。植物採取も。ロビン、あ、これはロビンか。町のみんなとはもう会った？一人ずつ挨拶するのって大変よね。ほんとよ、ほんと、ほんとそう。エミリー、ガスの酒場でパートをしてるの。お給料はまずまずね。そういう世間話もするんだ。ていうか、ここ女性が多いな。ここなんでみんなここに集まってるんだ。あ、マーニーも集まった。ここが教会みたいな感じのところ。とりあえずなんか町の集会場みたいな感じなのかな。なるほどね。なんか女の人が井戸端会議して集まる場所か、ここ。覚えとこう、ピエール。あ、このおじいちゃんは？ルイス。あ、ルイスか。うちの日用品は全部ここで、買ってるんだ。あ、そうなんだ。そういうことですか。結構話しかけたぞ。もう12時になっちゃった。自己紹介。13人前。あれ？新しく話しかけた人2人しかいないの。マジ？スタードロップサルーン。夜になったな。あ、く。こんにちは。お、やっぱりバーとかお店は人が集まるな、これは。おや、いらっしゃい。私はガス、酒場、スタードロップのシェフ兼オーナーだ。ほうほうほう。あら、リラックスして楽しんでいってくれ。あらって言いそうな感じじゃないけど、なんだろう。日本語訳があれなのかな。うわー、クマがいる。なんかコメントにもあったんですけど、なんかテイストがね、マザー2っぽい感じは確かにあるんですけども、まあマザー2もこれも海外の田舎町をなんか表してる感じだから、やっぱ似通ってくるのかもしれないですね。あ、なんかある。何これ、これ何、え、撮りたい。これなんかあるのかな。えい、違う斧か。え、右クリック。え、撮れない。なんだろうこれ、気になる。なんだろう、くそ。なんかゲームとかでき、あ、ゲームとかできんの。おお、アドベンチャーオブキング。え、すげえ。 WASD 射撃が、おお、おお、すごい。ちょっと待って、強い。あ、下に逃げながらこういうことができんのか。こういうふうにやって、あ、アイテム取りたい。取った。おら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 。あ、これ簡単簡単簡単。あ、なんか強そうなアイテム。うわ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 、楽しいところだな。犬小屋がいな、いないね、犬がね。じゃあ、どこだっけ。
浜辺の方ってどこになるんだろう。浜辺の方ってどこだ。あ、子供いる。ああ子供いる。あ、いっぱいいた。よかった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 。ヴィンセント、はあ、今日はこれ以上お母さんからグミがもらえないんだ。ほう。ジャス、こんにちは。あ、なんか静かな子だね。ペニー、今日はヴィンセントとジャスを教える日よ。二人に教えることは大変だけど、誰かの人生に役に立て。あ、なんだっけ、ペニーって昨日挨拶したね。ちょっと増えたかな、挨拶した人。あ、増えた、15になった。よしよしよし。で、浜辺どこだっけ。やばい、午後2時50分になっちゃった。やばい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 やば。午後5時までに行かないと。あ、なんかこんなところ人いたっけ。間違えちゃった。あれ、なんで話しかけられないんだ。あ、サム、よ、俺はサムよろしくな。すごい髪型だな。白猫のオーガみたいな。すご。浜辺はこっちかな。お、誰かいた。エリオット。ああ、みんなが待っていた新入りの牧場主か。君の到来で話題は持ちきりだったね。僕はエリオット。浜辺にある小屋に住んでいる。これからもよろしく頼み。あ、え、来たよ。はい。来たけど。エリオット。っていうことはじゃあ浜辺、あ、来た来た来た、浜辺にある小屋、エリオットも住んでるけど、この人も住んでるんだ。よっしゃ、イベントだ。釣りの仕方を教わるのかな。ウィリー、うわ、小汚ねおっさんだな。よう、坊主。噂には聞いてた町の心理か。いやー、会えて嬉しいね。で、くちばしには誰も触れてくれないよね。へへ、ひと月も海に出てたんでな。まだ骨休めの最中なのさ。いやー、大量だったぜ。いい魚だったからな。たくさん売れてよ。おかげで新しい竿が買えた。ほう。それで？それよ、俺の古い竿だ。古い釣り竿だ。お前さんにやろう。釣りの技を人に教えるってのは俺の生きがいでね。そう、それにたまには俺の店で何か買ってってくれよな。ほう。おお。たんたかたかたーん。釣り竿ゲット。竹の釣り竿受け取った。あ。これまた何か捨てなきゃいけない感じ。どうしよう。石、石、粘土、粘土いらない、粘土いらない。オッケー。もったいない、粘土こんなところに落ちちゃってる。あ、粘土見てる、粘土見てる。この谷にはいろんないい水場がたくさんあってな、いろんな魚がたんまり住んでるんだ。ああ、そうだ、俺の店には今から、俺の店は今から開けとくからな、何か必要なもんがあったら寄っとくといい。釣った魚の買い取りもやってるぞ。あ、そうなんだ。匂うもんは売れるもんってな。へへへ。昔、うちのじいさんがよく言ってたもんだ。腐ってんじゃねえのか、それ。おお。で、これでイベント終わり？どこまで右に行くんだ、画面が。おお。持ち物がいっぱいです。やっぱチェスト作んなきゃダメだな。じゃあちょっと入ってみようか。で、こう挨拶16になってたりする？あ、18。増えてる、増えてる。いたいたいた。はい、こんにちは。おお、竹のつり、あ、竹のつりだ。マスのスープ。とてもしょっぱい。塩味効いてるな。こんなもんか。その上の端も行けたりする？行けないか。なんかある。あ、なんかここある。ここ。釣り具箱だ。ルアーや浮き、釣り針や釣り糸がぎっしり詰まっている。人んちのあれに水あげ、あ、水あげられるんだ。なんかビショビショにしちゃってるな。よし、帰るかな。午後4時になっちゃった。違う、午後5時までに来いって言って、結構ギリギリに行ったな。あ、あったあった。これ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 。これが今、春の、2日目になるのか。春の2日目で、ルイスの誕生日、ヘイリーの誕生日、シェーンの誕生日とか、この誕生日とかで、その人の好きなものをあげるといいですよってコメントにあった。エッグフェスティバル。あ、なんかイベントがあるんだね。エミリーの好きなものは何だ？お、この子言っちゃった。これは誰？マル。ママにはもうあった。街ので、ああ、あった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 。アフロダック。アフロダックが帰ってきた。さて、まあ育たないか。でも、クワがあるから、クワで、クワでここ耕して、じゃがいもの種ここに。よし。で、水のじょうろで。よしよしよし。これ毎日与えなきゃダメなのかな。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。あ、こんな感じで水あげて。水切れ？水ってどっから取ってくるんだ？水切れ？あ、そうか。あれか。えい、えい。なんかここら辺にさ、水があったよね。そうそうそう。え、なんか、
こ抜いちゃった。あ、違う。カマでこうやってここで取ればいいんじゃないか。えい。あ、オッケーオッケー、あった。なるほどね。よしよし、で、これで今日の水やり終わり。なんかここもやりたくなっちゃう。オッケー。で、このミックスシード、何が育つかお楽しみ。これを植えよう。よし、だんだん、あ、これでも水は近い方がいいのかな。あ、大丈夫か。そのためのあれか。よいしょ。ジョーラ上げてるのか。あ、なんか違うのが、違う感じが、一つだけなんか当たりなんじゃないか、これ。よいしょ。よし。いい感じ。午後7時50分。まあ、暗くなってきたけども、まあ、いいでしょ。あ、そうだ、テレビ見てなかった。テレビは毎日見てくださいっていう感じ。家が暗いな。天気予報、遅い。天気予報見ても遅いよ。明日一日中雨なんだ。あ、やべ。よ、ほ。占い。むむ、水晶玉から輝きが見えます。未来の知識の一部です。今日の精霊たちは少々苛立っているようです。不運な一日になるやもしれません。何怖い。敵出てくるとか。そんなもんかな。あと、クラフトってなんかできるものあんのかな、この繊維使ってとか。クラフト。木の小道。道を作ったり、地面を整えたりする。柵にゲート。なんかで、石畳だったり、砂利道だったり。あ、松明。樹液と木材で松明ができるんだ。あ、松明作りたい。斧を持って。斧持って、えい。チェストも作りたいしな。やっぱ木はいっぱい、やっぱり最初はね、木を切ろうなんだな。あ、樹液いっぱい出た。鎌で、えい。うわ、すごい出た。これこれ。この感じだよ。ミックスシードも手に入ったし、まず E で、クラフト、松明。できた。えい。おー、明るい。ここに松明。あ、明るい。家の中がいい。やっぱり明かりっていいよね。ここ。家の中が暗い、マジで。明るくなった。家の中明るくなった。よかった。まだ寝ない。あ、なるほどね。そんな感じね。よし。木材を集めよう、いっぱい。とにかく。こっち。こっち。で、この、この切り株を破壊するには斧を強化する必要が。あ、そうなんだ。これでっかいもんな、この切り株。ダメなんだ。よいしょ。チェスト作りてえな。とりあえず、木材は大事なんだね。本当に。木を切ろうだね。家はもうできてるからな。ダイヤモンドのやっぱり歌詞通りにやっていくっていうのがやっぱいいんだな。いい歌だね、本当に。自画自賛になっちゃうけど。あ、暗くなってきた。よいしょ。よいしょ。あ、やばい、エナジーがない。あ、結構エナジー使いまくってんだな。よいしょ。そうか、結構草むしりとかこうバサバサバサってやったしな。なるほどね。ちょっと暗くなってきた。なんだっけ、タンポポを食べることができるんだよね、きっと。プラス25エナジーだって、どうやって食べるんだろう。あ、右クリックか、はい。タンポポ生で食ってる。回復するか。おお、回復した。回復した。で、木材持ってクラフト。おお、マップ見れんのがここで。あ、箱。作る。えい。できた、箱。ここに置いとこう。やっとできた、チェスト。入れとこうっと。ミックスし、樹液、木材は、いや、木材は持ってるかな。こんなもんかな。とりあえずそれでいい。樹液入れとく？樹液は一応成果物だと思うんだが。えい。あ、全部入れちゃうんだね。これでいいのかな？うん、これでいいね。よし。これで寝るかな？ 11 時40分。とりあえず水やって、種、あ、ミックスシードの種がある。えい。種。水。よし。あ、なんかでも何種類かできたな。あ、夜が更けてきて眠くなってきてるね。何種類か種になってるな。じゃあとりあえず今日はここで寝るか。釣りはじゃあ明日やってみようかなと思います。いや、忙しい。面白いな、このゲーム。寝ます。おやすみ。おお、収穫。こういう風な感じなんだ。桃鉄の決算みたい。採取。これ何？樹液。樹液11個入れたのか。で、22g で。
22ゴールド。お金手に入った、やった。1年目の3日目の春、進行状況がセーブされました。なるほどね。じゃあこんな感じでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。再生リストはここら辺で、チャンネル登録はきっとここら辺にあります。他のチャンネルはこっちの方です。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。